さあ、ということで今週の猫ちゃんニュースはこちら秘宝猫ちゃんべったくがよいがバレる <laughs> イギリスからのニュースです。猫を飼っているマイケルさんが隣の家が売り出されたことを知り、区、え、画、ー、を調べるためにインターネットで家の情報を確認したところ、えー、室内の写真の中にマイケルさんが飼っている猫が映り込んだという事件が、 発覚しました。うん。そういうことかえマイケルさんは、まさかの、え第二の家を持っていたなんて、と落胆し、えこのことを SNS で報告すると、猫には忠誠心がない、一番いいご飯をくれる人に懐いたのかも、と反応が返ってきたそうです。これは寂しいね。そうなんですよね。この素晴らしいニュースなんですけども、これあの、おとといね、あの、爆笑問題さんの爆笑カーボンイ。 ちょっと田中さんが触れてまして、はい、あの、素晴らしいニュースと大絶賛してまして、はあはあ、それちょっとねー、はあ それはまあ、火曜日の方がね。うん、早いですから。放送、そりゃね。放送が。それでこれ扱われちゃうと。はい、こっち毎週猫ちゃんニュースやってるっての分かってるはずなのに、これ潰しに来たという。<laughs> まあまあ。ことなんすかね。まあ言ってたもんね。うん、なんか言ってたんだもんね。このなんか猫ちゃんニュース潰しになっちゃうかもって。いや田中さん自身も。いかりながら言ってますから、これ。でも、いやいや。 別に。取り上げてますから。ここのもんだけ、<や>ここのもんじゃないから、猫ちゃんのニュース。ショックでさ、田中さんは。いや、別に猫ちゃんのね、このニュースとか話題は、この番組以外、このね、TBS ラジオで扱わないでもらいたいです、本当に。めちゃくちゃなこと言ってるよ。<laughs> いや、潰しされることになっちゃうねもうこれやってるって分かってるない。猫好きな人の行動とは思えないけど、それ。その自分で。<laughs> 自分でもいやいや、独占、独占して。猫のニュースはもう囲い込んでますね。<laughs> はい。いいのそれはもっといろんな人に、猫の素晴らしさをという気持ちじゃないの、うん、いやいやあの、うちの番組だけで、やれればそれでいいです。うん、ここ考え方。はい、独占。これはもうちょっと、先々布告ですかね。これはもうやりましょう,うもう、わかりました、田中さん。 田中さん、わかりました。そんなに言うんだらいいですよ。やります。猫王子決定戦。すぐやるじゃんダメ、すぐ王子決めようとるじゃん田中さんはもう、お菓子王子はもうね、はい。できないですから。まあまあ、そうです。この人はもう、病気なんで。病気なんでお菓子あんまりこの人は、病気なんでできないですから。あんまり控えるというね、控えるという。 もう次は猫王子決定戦ですね。田中さんわかりました。<laughs> 受けましょう。すぐ出ようとするね <laughs> <laughs> なんか王子決めようとして、<laughs> カーボーイに。えそうやって言えば出れるんじゃないそんな簡単に出れないですから別に。<laughs> ーーあ違うんですか。えー、どうなるのかちょっと、早速参りましょう。い一二百236回目のターン,ターンさあ、ということで今週の猫ちゃんニュース参<あ>りましょう。こちら新宿に巨大猫出現 おお新宿駅前に巨大な三毛猫が現れ話題になっています。<ー>えー、この猫の正体は 3D 映像。新宿駅前に横がおよそ20メートル、縦がおよそ8メートルの大型街頭ビジョンが設置され、7月1日から放映が開始しました。 大型ビジョンは 3D 映像を映し出すことも可能で、えー、その性能を見せるために1時間に6回程度 3D の巨大な三毛猫を放映しているそうです、えー。この巨大猫は通行人に話しかけることもあるそうです。えうん。っうん、怖っ。何これすごいね。これも写真見る限りは。いるじゃん。マジで猫がいるみたいな感じいる、るね。ね箱の中みたいなのに。こ<ー>うん。 ーすげえな、もう本当にだから、<ー>もう未来のね、バックトゥーザフューチャーとかであったもんね、うん、こうね。あったね、このね。サメがバーンって出てきて。うん。そう、バーンって出てくる、ね、そうそう、うん。このニュースをね、<laughs> あのー、本当に鮮度よく、楽しくお届けしようと思ったんですけれども、はい、またやられましたよ。<っ>爆笑カーボイで、田中さんが、オープニングでこの話してんだよ <laughs> <laughs> あ、ってた今週のそう。爆笑者カボオープニングでしかもしてんの。言っときますけど、澤部さん。バックトゥーザフューチャーの下りもやってましたから。はい。あ、これはこれ完全に同じ風に言ってましたよ。そうか。あなた。うん。まんまとですね。恥ずかしいし、それもでも意図的にやられてるね、確かに。これもう3回目やられたらもう乗り込みますんで、私。マジで乗り込みますんで。 はい。もうほんと大揉めだね。本当これとか王子決定戦とかじゃなくても。だからなんか、さっきね、毎週こう、会うけど、さっきも田中さんと会ったけど、なんか、なんかペコペコしてたな、俺らに。なんか、で、パッと逃げるように帰って逃げるように帰ってったああこれやってんだ。やってるからだ。多い目がちょっとあんだ。自覚あんだよ、これはもう。これはちょっと田中さん気をつけてください。い。さあ、それでは早速参りましょう。原市250回目の、ダーン さあ、ということで、えこの番組では毎週オープニングに爆笑問題田中さんも知らないような猫ちゃんに関するニュースをお届けしています。先週かぶーってね。やられましたよね。さ起こってましたけどね。新宿のあの猫のね。そニュースが盗まれたんですね。盗んだというかまあ別にね。猫からね。盗まれて。もともと世に出てるニュースですかね。はい。もう今週のね、ちょっと爆笑問題カーボーイでも田中さんが言ってましたわ。なんか言ってましたね。 岩井のなんかね、うん、の、ハライんョネコちゃんニュースやっちゃってさ、みたいな。うん、うん。で、俺がね、先週あの、爆笑問題カーボーイに乗り込もうかみたいな話。なんか言ってたね。次やられたらね。うん、うん。そしたら岩井が乗り込んできたら面白いからまたネコちゃんニュース潰してみようかなっなんか言ってた、ね。うり出して。<laughs> いやー、あーこれ悪質ですね。これはもう絶対に行く。<ー>これは。うん。暴れ猫を放つ。ブースに。<laughs> 田中さん喜んじゃうでしょそうやっに <laughs> なんかもいいねって。楽しい感じになっちゃう。んじゃね。いや、それもだからもうちょっとだから、猫ちゃんニュースの方も、もっとこう、なんか厳選してて、とか、人が知らないようなの持ってきてくださいよ。その辺にすぐ見つかるネットに転がってるやつ拾ってきてるだけでしょ。はだから、まあふざけやからかぶっちゃうんでしょおい。だからかぶっちゃうんでしょやってるよな、ちゃんとな。ちゃんとね、みんな。総動員でネットで、ツイッターで探してもらそれだよ。 今日はいいですよ、もう本当に。はあはい、絶対に見つからないようなニュースにしました。はあ、今週の猫ちゃんニュースはこちら。猫ちゃん、結構テレビが好き。<laughs> <laughs> ある猫、えー、の情報サイトが、えー、全国の猫の飼い主500名を対象に、ある猫の、えー、情報サイト <laughs> <laughs> だってなんだよ <laughs> そんなあやふやな、えー、あやふやな喋りだしテレビに関するアンケートを実施しましたああその中に飼っている猫はテレビを見ますかという質問がありおよそ半数がテレビを見ていると回答し <laughs> 猫はテレビが好きなことが分かりました <laughs> 猫が特に好んで見るのは、えー、動物番組で、えー、ついでニュースワイドショースポーツバラエティーが人気だそうです,というとですなんだこれどういうこと だから、ある、猫の情報サイトも。それがまず気になって引っかかっちゃいますけどね。500名を対象に、はい、この、飼ってる猫はテレビ見ますかと質問したところ、うん、えー、見る 49.、49.2%。ント、うん、見ない 50.、50.8%<え>。うん。いうことになったんですよね。<laughs> はい、見ないが飼ってるじゃん。そうですね。でも、半分ぐらいは見るということで。あなた、いや、さっき、はい。およそ半数がテレビを見ていると回答してみたら、その、はい、あたかも。ええ。 いやなんかその言い方だとちょっと過半数。<laughs> およそ半数ですよね。まあまあ、過半数って言ってないですよね。何が違うんですか <laughs> <laughs> は見る猫もいれば、見ない猫もいるということです。そりゃそうだ何で別に。<laughs> そうですそうそう見る猫いますから。動物番組見てるっていう猫もいますから。で、全く見ない猫も、うん 半分ぐらいいるって言われはそうなんだ、これ。そりゃそうなんだいうことなんですよね。意味あったのかこのアンケート。うちの、えぇ、ワイ猫コ、ワイビモネは、見ないですね。見ないんだ。うん。見るは見ない。見ないですね。裏にいますね。あの、テレビ。の。あったかいんだ。あったかいから。見るどころか。裏にいっちゃうっていう。そうですね。うん。 ある猫の情報サイトだけ、そういうのだけやめてくださいね、今後。ですかある猫の情報サイトを嗅ぎつけられなきゃいいんでしょこれが、この、何何々のサイトでって言ったら、また、今後そこのサイトから抽出するときに、田中さんに行かれるだろ、それ。隠してんだ田中さんに行かれないように。あってんのかな、この対策。田中対策。えそれでは早速参りましょう。原市二百251回目の、ターン シェアンとガバーナあの香水のせいだよ <laughs> レッツゴーでしたっけ <laughs>